はい、どうも、キッシーです。本日も動画を見ていただいてありがとうございます。ということで、今年、2022年の、1月、2月、3月の、買ってよかったものシリーズというのをですね、やっていこうかなと思います。これね、毎月本当は恒例でやりたかったんですけど、1月、2月と、僕の手本のね、仕事の転職だったりでいろいろちょっと忙しかったので、3ヶ月分まとめてやっていきたいと思います。3ヶ月分といってもですね、そんなにたくさん買い物したわけじゃないので、まあまあまあ今回はねまとめてよかったかなと思います。はい、それでは行ってみましょう。まずですね、ちょっと買ったものではないんですが、はい、こちらですね。ディズニーストアで確かアプリと、カードがあったと思うんですけど、ディズニーストアカード。あのカードを作ると、なんかポイントもらえるじゃないですか。で、今回、100ポイントが3月で終わっちゃう、なくなっちゃう、失効しちゃうみたいな感じで、急いでですね、100ポイント分、変えてきました。で、これ何が入っているかっていうと、クリアファイルなんですが、確かね、5種類のうち2種類が当たるんだとか、1種類が当たるんだとか、なんかそんな感じで書いてあったんですよ。で、そのうちの1種類だけ、ウォーリーが出てくるんですね。はい、ウォーリー入ってるって聞いてね、もうこれは早く買えなければと思って、急いで買いでみました。早速ね、これから開封していきたいと思います。はい、それでは、緊張する。いきますよ。3、2、1、じゃじゃん。お、マジやば、当たった、やば、ウォーリー来たよ。マジやば。あ、しかも2種類入ってんだ。あ、そういうこと。なんかね、モンスターズインクとかトイストーリーとかいろいろあったと思うんだけど、なんかその組み合わせが入ってんのかなと思ったら、めっちゃ可愛い。やったー、サヨシ、ウォーリー当たりました。やったね。今年やばいね、俺。めっちゃ引き良くない？多分ね、僕の水玉の動画とかね、いろいろ見ていただいてる方はね、ご存知かと思うんですけど、僕今年ほんと外れなしですね。マジで当たりばっかだ。はい、ということでディズニーストアさんのですね、100ポイントで、買えるクリアファイル、見事、ウォーリー当たりました。はい。ありがとうございます。皆さんもよかったら弾いてみてください。はい、ということで早速ですね、余興はこの辺にしまして、紹介していきたいなと思います。まずですね、僕今これ着てる、このトレーナーというか、なんて言ったらいいんだ？インナーではないんだよな。ちょっとさっと羽織れるトレーナーですかね。うん。はい。これね、ベロア生地になってて、ちょっとあったかめの、はい。冬、秋、春かな？秋春物だと思うんですけど、ちょっとまだ肌寒いですよね。今日は、下に T シャツを着て、まあ、その上にね、これ一枚さっと、着ているっていう感じなんですけれども、はい、イクスピアリのですね、ディズニーストアの向かい側にある、あった、ギャップってあったと思うんですよ。で、ギャップの真上にある3階のね、テナントショップさんになります。ここね、ほとんど立ち寄ることは今までなかったんですけれども、ちょっと今、ウィンターセールみたいなのをこの間やってまして、まあ今でもやってるのかな？はい。結構 50% オフとかが結構いっぱいあったりとかするんですけど、その中にね、ラスト1着みたいな S サイズで、いい感じのサイズ感だったんで、ちょっと買ってみました。初めて買ったんですけど、うん。雑貨もね、結構、インダストリアル系というか、ちょっとね、大人っぽい感じの、店内になっていて、なかなかね、かっこいい感じ。で、レディースの、メンズとは別で、レディースのね、コーナーもあって、入ってすぐはレディースの方が多いのかな。奥の方にメンズの、アパレルが置いてあるので、まあ、よかったらですね、皆さんも立ち寄ってみてはいかがでしょうか。価格がね、5000円だったかな。定価5000円で、まあ、それがね、セールで50% オフで2500円でした。めちゃめちゃ安いと思って、はい、買ってみたっていう感じですけどね。ニコ&の、トップスですね。はい、こちらになります。こんな感じ。ほんとちょっとこの辺がね、ゆったりとした感じになってるんですけど。はい。
はい、ですね、1月から3月まで買ってよかったシリーズ、次はですね、ここのインテリアの、このデスクのところになるんですけど、この今ミラーが飾ってあると思うんですが、ミラー側はですね、このモニターのモニターアームと、いろいろちょっとね、重たいものが、負担が結構かかっているんですけれども、このね、2x4 っていう、まあ、角材みたいなのがあって、700円くらいで売ってるんですけど、それね、2x4 で、上下を突っ張りで支えているんですが、これね、今まで20キロ対応のものを使ってたんですね。で、20キロ対応だと、このモニターをですね、上下とか左右とかにこう移動させると、ちょっとその移動に連動して、この 2x4 も移動してしまってたんですよ。倒れたりとかは絶対全然なかったんですけど、ちょっとやっぱ不安だなと思って、ちょっとこの不安なまま作業してるとすごいモヤモヤ感が残ってしまうということで、20キロ対応のものを40キロ対応の突っ張りに変えてみました。まあ、代わりにですね、ちょっと不格好になっちゃったんですけど、床面をちょっとお見せしますが、こんな感じでですね、ちょっと角材、端材で、下にも T 字で、支えを入れているんですが、はい、こんな感じでですね、この、T 字の端材を挟むことによって、左右のね、モニターを左右に動かすと、1ミリも動かないっていう形になったので、まあ、これめちゃめちゃ気に入っています。ちょっとね、お金がかかってしまったんですが、その分ですね、ストレスもなく、このモニターアームを支えることになったので、これはね、めちゃめちゃいいなと思って、買ってよかったものシリーズ、ランクインって感じですね。はい、続いて同じこの 2x4 なんですが、もともとはですね、無垢材といって、何にも色が塗られていない、本当角材みたいな感じだったんですね。不格好というか、まあ、それがまたいいっていう人もいますけれども、それをね、この白い、壁に、突っ張らせていると、本当にちょっと浮いてたんですよ。浮いてたので、まあ、ちょっとこんなものを買ってみました。じゃん。はい。これですね、マスキングテープになるんですけれども、幅が10センチで、長さが10メートルだったかな ?10 メートルで、価格が700円ぐらい。まあ、めちゃめちゃ安いなと思って、使ってみたんですけど、僕が結構ね、今、YouTube の方を視聴している、クリエイティブの裏側っていうチャンネルの高島さんという方がこれをね、紹介してました。本来の使い方は、まあ、2x4 ではその方はね、使っていなかったんですけど、まあ、いろんなところにね、インテリアの、補修だったりとか、隠したいものがあった時に、これで隠すっていう使い方をしてたんですけど、あ、これ 2x4 にバッチリ使えると思って、10メートルを2本買ってきてですね、いろんなところに使ってたりとかしてます。はい。で、ちょっとね、差し色で、ここにちょっとだけ見えてると思うんですけど、ミラーが縁黒いじゃないですか。なので、ちょっと黒をですね、差し色に入れてみているんですけれども、まあ、これによってね、ちょっとスタイリッシュな感じになっているのかなっていう感じですね。これね、両方1個700円ずつぐらいだったので、これもめちゃめちゃおすすめです。もしね、ご自宅で DIY をやるっていう方は、これ使ってみていいんじゃないかなと思います。ペンキだと、ほんとね、塗るときに新聞紙引かなきゃいけないし、ちょっとすごいいろいろ手間じゃないですか。これビーってほんと貼るだけなんで、賞味5分で終わります。マジでめちゃめちゃ楽。まあ、2人いるとね、もっと楽なんですけど、1人でも全然できるので、DIY 興味ある方、はい、これちょっとリンク貼っておきますんで、よかったら、チェックしてみてください。カモイ加工っていう、加工さんっていうところから出ているマスキングテープになります。はい。はい、最後ですね、一個前の動画で紹介したばっかりになってしまうので、見栄えがあまり良くない、見栄えというか、なんて言うんだろう、動画映えしないかもしれないんですけれども、はい、こちら。アップルから出ました、昨年のモデルですね。M1 チップ搭載の MacBook Pro 16インチになります。はい。ちょっとやっぱね、まだ未だにずっしりと感があるんですけれども、今まで使っていた、今ここにね、ありますけど、13インチ。この13インチから、16インチに、変えたっていう感じなんですが、
何よりですね、編集がとにかくサクサク。これまでですね、いろんなテロップを出したりとかすると、もうテロップ1個出すだけで1秒ぐらいフリーズしちゃうんですよ。こっちだとね、今までのインテル製のチップの、MacBook Pro なんですが、はい、それでもね、もういろんな作業をするたんびにカクついたりとか、虹色のくるくるが回ったりとか、本当にね、いろいろあったんですが、もう本当にこの MacBook Pro M1 Pro のですね、チップの16インチに変えてから、本当にレインボーのくるくる一切見ません。本当に変えてよかった、マジで。もっと早く買えばよかったって感じですけど、今後ね、僕のチャンネルで何度も出てくるかと思いますが、はい、買ってよかったシリーズでですね、これもう外せないです。外せないですね。はい。今のところですね、他に何かアクセサリー類をつけるっていうこともなく、そのまま使っているんですけれども、とにかくね、音もいいし、画面もでかいし、タイピングも打ちやすくなってですね、キーボードもちょっと変わったんですよ。タイピングも打ちやすくなったし、処理もサクサク。もうこれ以上ないぐらいのですね、僕のニーズにバッチリ合った、MacBook Pro ですね、ニューギアってめちゃめちゃ活用しております。はい。まあ、現状はですね、これを持ち運んでどっか移動してですね、外で、まあ、例えばカフェに行って作業するみたいなことは一切ないんですけれども、まあ、逆にですね、こっちの13インチを今後ね、外に持ち運ぶようで、いろいろちょっとね、作業してみようかな、みたいに思っていたりもします。はい、家の中だけでね、やってると、まあ、なんか、ちょっとアイデアが行き詰まってしまったりとか、なんかしてしまいそうな感じがするので、うん、なので、今後ね、ちょっとアクティブに、はい、外にも持ち運んで、ちょっといろいろやってみようかなっていうふうに思っております。はい。はい、ということで、2022年もですね、3ヶ月終わってしまったということで、本当に今年、大雪だったりとか、地震がすごかったりとかね、いろいろありましたけれども、まあ、未だにね、オミクロン株も、流行ってますし、うん、まだまだ気が抜けない状況ではありますけれども、皆さんもね、よかったら、まあ、家の中のインテリアだったりとか、まあ、ディズニーももちろんそうですけれども、いろいろね、購入してみて、あれ良かったですよ、これ良かったですよ、みたいなのをね、僕に教えていただけたらすごく嬉しいです。このね、動画のコメント欄だと画像が貼っつけることができないので、もしよかったらですね、僕DM、Twitter も開放してますし、Instagram の方も DM 開放してますんで、よかったらですね、こんなもの買ってみました、みたいな感じで皆さんも教えてくれたら、僕もね、ちょっとそれ気になるなと思ったら、買ってみようかなと思いますので、よければですね、皆さんも教えてください。それでは、本日もね、最後まで動画ご視聴ありがとうございました。こんな感じでいろいろ僕の身の回りのものだったりとか、ディズニーのことだったりとか、ご紹介していけたらなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。キッシーでした。バイバイ。